やっぱりチーム力じゃないですかね。準決勝もそうですし、一人一人がやるべきことをしっかり遂行しているので、それがこういい結果につながってここまで来れたのかなと思います。リーグ終わってからいろいろな面で修正を加えて、そこに対して練習してきましたし、まあ、そこで負けたことを一回見直して、4年生で一回ミーティングして、そこから練習の雰囲気も徐々に変わってきてっていうのが、チームとしていい状況につながってるんじゃないかなと思います。やっぱ大学ナンバーワンのオフェンス力を持っているオフェンシブなチームだと思いますし、その中で自分たちがやるディフェンスからブレイクっていう筑波のスタイルをどれだけ出せるかが鍵になってくるかと思います。筑波大学はまあリーグでもこう一勝一敗のあれだったんですけど、相手のやっぱりそのいい時っていうのがすごい勢いがあるチームなので、そこをやっぱり自分たちの勢いをこう上回らせるように、自分たちがやるべきことをしっかりやればいい結果につながるんじゃないかなと思うので、そこを頑張りたいです。去年負けちゃってすごい悔しい思いをしているので、もうあの思いは二度としたくないので、しっかり優勝を目指して頑張ります。やっぱり自分たちの代で何よりこういう風に決勝の舞台に立てるってことが、今までこうやってきていることが間違ってなかったんだなってとても思いましたし、去年もそうですし、一昨年もその悔しい思いをした先輩たちの分も持ってコートに立っているつもりなので、その気持ちを背負って明日思いっきりやりたいなと思ってます。